TH の富山です。これからこんな症状について少しだけ解説いたします。現代人は呼吸不足。背中を丸めパソコンの画面を凝視する時間が長くなるほど私たちの体は呼吸不足に陥ります。その体勢もさることながら凝視することで息を止めてしまうからです。息を止めてじっと見つめる。じっと見つめれば見つめるほど呼吸の回数は減ってしまうのです。肋骨の中に赤い部分が胸腔と呼ばれる部分で、この中に肺や心臓が入っています。呼吸回数の減少と伸び縮み運動の不具合、これによって目の疲労が重なると肺活量不足は深刻な状態に陥ります。心臓が悪いと思われている方にも肺活量不足が元で心臓への負担となっている場合が多く見受けられます。呼吸不足により動悸、血圧変動など起こります。皆さんご注意ください。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。もし何かお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。